はい、朝に引き続いてちょっと動きがありましたんで放送します。今9時44分なんですけども、これ15分足を見てるんですよね。ちょっと皆さんにも注目していただきたいんですけども、ここの力点とここの力点ね、で今ここに差し掛かってるんですよ。これが何を意味するかっていうと、これ15分足なんですけども、ここを突き破ってこの陽線が上に伸びたら大きく上にブレイクするかなってことですよね。でもこの抵抗に阻まれて下に下がる可能性もあるんですよね。この分岐点です。それでは次1時間足を見てみますね。1時間足はゾーンを引いてますけども、まさにねここなんですよ。こことここと、ここさっき15分で解説しましたよね。そこが来ています。で、あと呼応するようにこちらの方ね、やっぱり横一線で並んでるところだと思いますけどもね、ここね越えていくとこの辺りまで上昇が見えるかなと思います。で、移動平均線も1時間は上の方に伸びて、アリゲーターをぐっと口を広げてますんでね、こういう風にいくかなと。で、下がるとしたらここのゾーンまでです。ちょっとここを注目して見ていきましょうか。はい、以上です。